い、皆さん新しい iPad Pro が届きました。見てください、もうピッカピカの iPad Pro が今朝届いたんですけど、1年半使ってきた iPad Pro からようやくね衣替えしようとしております。アミティ先生です。皆さんこんにちは。早速ですね、この新しい iPad Pro 2020年モデルの変わったところというか新機能とかを紹介していきたいんですけど、実はですね、この新しい iPad Pro そこまで大きな変化は今回ないんですね。で、変わったところで言うとこのカメラですね、2つのカメラレンズがついたっていうところと、まあそれに伴って AR の技術がすごく進化したということですね。センサー能力が上がっているので iPad で AR 体験をしようとした時にものすごく自然にスッとこの AR アプリが立ち上がって、そこに疑似体験みたいなのができるということですね。で、あとはマウスの機能が追加されましたね。トラックパッドとマウスが iPad で使えるようになります。で、これは、iPadOS13.4 の新しい機能なので、古い世代の iPad でも使えるものなんですけど、今日はそれを紹介します。なのでこの3つが結構メインかなと私は思いますね。で、私がちなみに買ったのはですね、今回フルスペックの iPad を買ってます。前回もフルスペック買ってるんですけど、今回も同じで、サイズ11インチで、容量が 1TB、Wi-Fi セルラーモデルで Apple Care 入ってっていうのを買ってますね。で、これに多分あのマジックキーボードっていう新しく出るキーボードも買うんで、おそらくまあ20万円を超えるあのお買い物になるかなと思うんですけど、その分ねたくさん使っていきたいと思ってます。で、今日はですね、さっき言った3つ、カメラと AR とマウス、この3つのメインの新機能をいろんなアプリを使って検証してみたので、それを皆さんにも一緒に見てほしいです。はい、ということでやっていきましょう。はい、じゃあまずカメラですね。カメラはレンズが2つついたことによって高画質になったのもあるんですけど、もう一つ、広角モードと超広角モードっていうモードが切り替えれるようになりました。超広角モードにするとこれすごい周りまで全部映るでしょ。で、これが広角モードです。超広角モード、広角モードです。これぐらいね、もう周りの環境まで全部撮ってくれるようになったので、それがこの2つのレンズのかなりすごいところですね。で、ちなみにすごくズームもできます。ちょっとズームしすぎるとガビガビになっちゃうので、これはあんまりおすすめしないですけど、この広角モードと超広角モードの切り替えはめっちゃおすすめです。あの外で風景の広いところを撮りたいときとか、あと集合写真で大人数の写真を撮りたいときとかに、この超広角モードっていうのがかなりね、あの役立ってくるので、ぜひ使ってみてください。で、私これの使い方でいいなって思ったのは、何かを真俯瞰で撮るときですね。あの真俯瞰で撮るときって結構この普通モードで撮ると近すぎたりするんですけど、この超広角モードで撮ると周りの環境もちゃんと拾ってくれるので、デスク周りもね綺麗に写してくれるんですよ、こんな感じで。なので、あの真俯瞰で綺麗に撮りたい、物撮り、物撮りとかしたいときはこの超広角モードでやるのをおすすめします。で、画質に関してはこんな感じ。左が iPad Pro の古いモデルですね、2018年モデルで、右が2020年モデル、新しいものです。違い分かりますかね。ちょっと私ね、いまいちわからないかなって思ったんですけど、若干2020年の新しい方の方が青みがかってて、あとシャープネスがちょっと効いてるかなって思いました。ほんとパッと見ではいまいちわからないぐらいのレベルなんですけど、よく見ると、あ、変わってるかなってくらいですね。はい、なのでこの辺は、まあ、めちゃくちゃ大きな変化はないと思いました。で、次 AR の機能ですね。今回はちょっとフロッキーペディアっていうカエルの AR のアプリを使って紹介していきたいんですけど、AR のアプリって一番初めこんな感じでカメラをかざしてサーフェスですね、地面を感知させないといけないんですね。で、これが今まですごく時間かかってたんですよ。まあ、すごくって言っても10秒ぐらいなんですけど、それが新しい iPad Pro になってから本当にね、1秒とかもう2秒でパッともうあの接地面とかを感知して、そこに AR のものを配置してくれるようになりました。で、これ今お見せしているのが2018年モデルの1個古いモデルで、フロギペディアのアプリ立ち上げてこうやってかざしてるんですけど、なかなかねこう感知しないんですよ。で、黄色いマークになったら感知なんですけど、黄色いマークになってタッチしても出てこなかったりとか、でもう一回グレーになったりとかして、結構ねこれがめんどくさかったんですよね。で、なんか
これがちょっとややこしくて途中でやめちゃったりとか、なんかもう嫌ってなっちゃったりしてたんですけど、もうこういうストレスが全くなくなったので、まあ、AR のアプリだったりとかゲームをすごい楽しめるようになると思います。でちなみにこのフロッキーペディアはカエルの解剖ができたりとか、あとカエルのライフサイクルとかを AR で体験できるっていう結構面白いアプリなんですけど、こんな感じで切り替えができて、まあ、スキンを切り替えたり血管を見たりとか、あとは内臓を見たりとか、こう実際にナイフでシュッてカエルのお腹を切って解剖するみたいな絵も見せてくれます。これ興味ある人はちょっと、有料アプリですけど安いんでぜひダウンロードしてみてください。すごい面白いです。特にお子さんとかにもおすすめです。であとおすすめなのはね、モンスターパークっていう AR アプリなんですけど、これも同じようにまず AR でこうやって地面をかざしてタッチすると、ティラノサウルスが現れました。見てみんな、すごくないですか？超リアルなんですよ。でこうやって指でピンチアウトしたらサイズを変形できたりするんですけど、でこう指でね、こっちにおいでみたいな感じでタッチすると来るの、こっちに。見てください、カモン来ない、あー来たそう、こんな感じでね遊べるんですよ。でいろんな恐竜がいて、まあ、恐竜によって動きが違ったりするんですけど、そういうのを観察するにもすごくいいアプリだと思います。でちなみにこれ外でやるとすごい臨場感あふれた絵が撮れるので、録画もできるのでこんな感じで映るんですよ。ちょっとピント合ってなくてごめんなさいね。すごくないですか？もうあの実際のリアルの映像とこの AR の映像が混ざって映し出されるんで、本当にこう拡張現実というか、本当に不思議な映像を作ることができます。で最後、マウスの機能ですね。マウスとトラックパッドです。でこの機能に関しては新しい新型 iPad Pro の機能ではなくって、新しくリリースされた、iPadOS13.4 っていうバージョンの新機能になります。なので新しい iPad Pro 持ってなくても、皆さんあの設定のところからアップデートしてもらったら使えるようになる機能です。で iPad とマウスを接続するとこんな感じでちっちゃいマウスカーソルが画面に出てくるんですけど、それで、アプリをクリックしたりとか右クリックもすることができます。で例えばアプリを開いて下にですねグッてやると、こうドックって呼ばれるものがねシュッて出てくるんですね。でこれで違うアプリにも移れるし、ホーム画面に戻りたいと思ったらさらにですねグッて下に押すんです。そしたらホーム画面が出てきます。わかりますかね。クリックしてアプリ開いて下のドック一回キュッてやるとドックが出てきて、さらにキュッてやるとホーム画面に戻るっていうような仕様になってます。で例えばなんですけど、カレンダーアプリ開いて新規予定を作りたいときに、もうマウスでグッて長押ししながらドラッグすると新規予定を作ることができます。で今までだったら指とかアップルペンシルでやらなきゃいけなくて、ちょっとなんか違うところを選択しちゃったりするとうまくいかなかったりすることもあったと思うんですけど、それがマウスだとすごいスムーズにできるので結構いいなって思いました。でマウスの接続方法なんですけど、例えばマジックマウスだったら電源入れて、Bluetooth の画面でまずマジックマウスと iPad をこのように接続します。で接続すると、左の項目一般のところにですね、トラックパッドとマウスっていう項目が新しくここに出現します。これはマウスと接続してないと出てこない、項目ですね。なのでマウスと接続した後にここのトラックパッドとマウスを選択します。でそうするとこのマウスのコントロールパネルが出てくるんですけど、例えばこのマウスの動く速さをコントロールしたり、例えばカメさんの方に左の方に持っていくとめちゃくちゃとろくなるし、右の方に持っていくと素早くマウスカーソルを動かすことができます。でこのナチュラルなスクロールっていうのは、このマウスをスクロールくるくるスクロールした時に下方向に進んでいくか上方向に進んでいくかの違いです。でもしマウスの右クリックをアクティブにしたい人はその下の副ボタンのクリックっていうところを押してこの右のところをオンにしておきます。でそうすると右ボタン、右クリックですねがアクティブになるので、これは私はオンにしてます。でこの設定で私アフィニティフォトっていう画像合成ができるアプリを使ってちょっとレイアウトデザインみたいなのを組んでみたので、それの流れをお見せします。マウスでやった方がいいところはマウスでやって、アップルペンシルでやった方がいいところはアップルペンシルでってこう使い分けてやるととてもはかどったので、ぜひその辺を見てほしいです。
でまず今やってることはですね、アフィニティフォトのセレクションツールっていうのを使って、この女の子のヨガしてる女の子のところだけを選択しています。マウスでこんな感じで上をなぞってあげるだけで勝手に自動選択してくれるので、これで女の子を囲います。でマスクを押すとですね、この女の子のところだけが切り取られて背景が抜けたような状態になるんですけど、ちょっと微妙にエッジのところとかうまく囲えてなかったりするので、こういうところはですね、アップルペンシルでズームしながら調整していくんです。で消しゴムで消すような感じで、このはみ出ちゃってるところとかうまく囲えてないところを消していくと、まあ、ブラシのサイズとか、あとはブラシの種類とかも変えれるので、本当に綺麗に切り抜くことができます。で次、背景の色を変えて画角のトリミングをしていきます。でアフィニティフォトってすごいね、いろんな機能がついてるので、左右にツールバーがあって、そのツールバー一個一個のボタンがとても小さいんです。わかります？もうね、これを指でポチポチやるのが結構ストレスだったんですよね。でかといってアップルペンシルもちょっとやりにくかったりしてたんですけど、こういう一個一個のボタンもマウスだったらポチポチしやすかったです。とてもでトリミングとかもやりやすかったです。このトリミングはね、アップルペンシルでやるのはやっぱ良くないですね。かといって指も良くないですね。なのでマウスは必須だなって思いました。はい、でこんな感じで画角のトリミング完了です。でここからテキストを打っていきます。でテキストを打つときはですね、できればキーボードを使った方がいいです。とても打ちやすくなります。なんですけど、私今回この新型 iPad Pro の付属のキーボードっていうのは買ってなくって、5月に新しく発売されるマジックキーボードっていうやつを買おうと思ってるので、今回は、スマートキーボードの方は買ってないですね。なので、マウスと、この画面のですねキーボードだけでやっていきます。でここからは画像合成特有のマスクの機能を使って、この女の子と、テキストと後ろの背景をうまくなじませていくんですけど、こういうマスクの機能に関しては、レイヤーをたくさん触ります。レイヤーの細かい設定が必要になるので、レイヤーのパネルを開いてゴニョゴニョするときはマウスの方がめちゃくちゃいいですね。やっぱりこの小さいところ細かいところをですねいじるのはマウスがやっぱり絶対にいいですね。これアップルペンシルでやるのなかなか大変なんですよね。なのでマウスをおすすめします。でうまく馴染んできてるんですけど、さらにもう少し細かい合成をしたい時にはですね、アップルペンシルが役立ちます。こういうお尻のとこだったりとか足のところを消して、この奥行きを出していく感じですね。でこういうのやったりとか、あとはシャドウを入れたりするのもアップルペンシルが良かったりしますね。で最後の手書き文字とか、手書き文字はもう絶対アップルペンシルじゃないとできないです。こういうのはやっぱりマウスじゃできないし、もしくはもうフリーフォントとかね、そういうフォントを使って手書き風なものをタイピングするしかないので、でもやっぱりオリジナルの手書き文字とかを入れたいっていう時はやっぱりこの iPad でアップルペンシルでデザインをするっていうのがすごくいいと思います。せっかく iPad でデザインするんだったら何か手書き要素を入れるっていうのは私はめっちゃおすすめですね。はい、でこんな感じで完成です。最後のねこのレイヤー表示非表示で確認する作業とかもマウスでできるのはめっちゃいいですね。このボタンめちゃくちゃちっちゃいんでね。はい、でこういう結構凝ったデザインとかももう iPad だけでできる時代になってきてるので、デザイナーさんとかもしくはデザインこれからやってみたいっていう人は、Mac じゃないとできないっていう先入観をもう捨ててですね、iPad でももうこれぐらいできるんだっていう気づきをちょっと今日感じてもらえれば私嬉しいなって思います。で話戻して新型 iPad Pro の感想なんですけど、まあ、正直、そこまで変化がないのでめちゃくちゃ絶賛できるレベルではないんですけど、まあおフル使ってる人はですね新しく買い直してもいいのかなって思います。ただ2018年モデル持ってる人はちょっと検討してもいいかなって思いますね。キーボード、新しく出るキーボードは2018年モデルでも使えるので、それと iPadOS 13.4 があれば結構この新型 iPad Pro と同等レベルのパフォーマンスは出るかなと思います。まあ、このカメラとあとは AR ですよね、そこが違うのでそれがいらないのであれば別に2018年モデルで止まってても私はいいと思いました。
はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思うんですけど、いかがだったでしょうか。最後ちょっとね、新しい iPad Pro の方にも iPad Mate のステッカーを貼って終わりにしたいと思います。もうこれないとね、元気出ないんでね。はい、ということで、今年もたくさん iPad のニュースがありますけども、iPad 界を背負って私はこれからもたくさんチュートリアルを出して面白いことをやっていきたいと思ってますので、皆さんこれからも応援のほどよろしくお願いします。この動画が役に立ったらぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあ次回の動画もお楽しみに。バイバイ。